カール自走急法、カール自走急法、カール自走急法、モーサー・カール、カール・ガーイとは、第二次世界大戦時に、ドイツで開発、製造された、60センチメートルもしくは54センチメートルという、超大口径の急法を搭載する、自走砲である。なお、カールの名は、本砲の開発に携わったカール・ベッカー将軍に、ちなむ、試作者も含め、 計7両が製造された。なお、兵器としての名称は、カールであるが、製造された車両にはそれぞれ固有の名が付けられている。フランスのマジの要塞船をはじめとする要塞、城塞攻略を目的とし、1937年に開発を開始、そして1940年より翌41年までの間に6両が製造された。本社は自走は可能であるものの、 自長が120トンを超えるため、時速10キロ程度でしか移動ができなかった。そのため、運搬用に専用の貨車が製作され、砲弾輸送用には、砲向戦車から改造された専用の車両が用意された。独ソ戦のセバストポリの戦いにおいてその威力を発揮、1944年のアルシャワ放棄の際にも実戦投入された。 運用には多大な人員と物資を必要とする上、本社を投入する局面は非常に限られた。単射艇と低い発射速度、迅速な移動が行えないといった問題から不用意に戦闘に投入すれば敵方から一方的に打ち返される危険が高く、自軍が圧倒的な優勢を保っている状況以外では使いづらい兵器であった。このため前線に送られたものの戦闘に投入されぬ。 ままに撤収した例が多い。1936年3月ラインメタル社は、マジノ線を攻撃するための超重流弾砲の計画を立案した。この兵器の初期の着想では分割して、複数の車両で輸送し、陣地にて組み立てることが計画されていたが、これでは射撃準備に非常に時間がかかるため、ラインメタル社は1937年1月、 この法を自走化することとした。1938年から39年にかけて、他方当選者、NBFZ とスケールモデルを用いた後半にわたる業種試験が行われ、巨大車両の極めて高い設置圧と操縦性に関する研究がなされた。1940年5月には、実寸大車両の走行試験がウンターリュッセで行われた。 この発射試験は1939年6月に行われた。これらの結果をもとに、喧嘩装置をはじめとして、設計の一部を変更した生産型が1940年11月から41年8月に、かけて6両が製造され、軍に引き渡された。試作者を含む7両にはそれぞれ固有の名前が命、蹴られており、当初は、旧約聖書より、後には、 北欧神話より引用されてと命名された。巨大な砲弾の威力は絶大なものの、射程が不評用の迫撃砲程度でしかないことは問題であるとして、1941年2月には射程を伸ばすための検討が始まり、1942年5月、生産型6両に搭載する54センチメートル砲身が発注された。 1943年3月のヒトラーも3席、た会議で、最初の 54cm ガーイと041が、納入されるのは1943年6月、三角目は8月中旬になるということが、明らかになった。結局3門の 54cm ガーイと041が完成し、i4、v 号車がこれを、搭載可能であった。他の産業も乾燥は可能であり、 第二次生産と完走も計画されていた。本社の支援者として、専用弾薬輸送、装填車両ミューニシャントレジャーも合わせて開発され、22両が生産されて装備された。これは、通常の防護戦車 D、E、買い方の車台を利用し、砲塔の代わりに4発の砲弾を運搬できる装備と、専用のクレーンを設置したものであった。 自走急法1両につき2両のミューニシャントレジャーと1両の予備車両が割り当てられた。本社は自走急法の名の通り、ダイムラー・ベンツ製メガバイト5 0 3 a 液キレ12気筒ガソリンエンジン580馬力、または同じくダイムラー・ベンツ製のメガバイト5 0 7 c 液キレ12気筒ディーゼルエンジン5 9力を動力とし、5段変速機械式。 または四段変速油圧式の変速機を介して124トンの巨体ながら自力で走行することができた。しかし、長距離の自走は現実的には不可能であった。エンジンではわずか時速10キロしか出せない上、大量の燃料を消費したからである。操縦席は法備足、機関室区画の左側にあり、本社にとっての前進方向は法備足となる。 操縦席は露天式で後日の鉄道による輸送時など使用しない場合には取り外し式の蓋で塞がれていい。サスペンションは可変式で陣地に到着し射撃位置に着くと射撃時の反動を緩和するために車台が設置する用車口を下げることができた。砲がの前方にある区画、本車の進行方向からは後部となるの内部にはサスペンションの操作装置があり。 操縦助手が操作した。操作室の天面には一機のハッチがあり、このハッチより内部に入ることができる。方針方向に進行する本社の操縦機構からは、後進状態となる際は、操縦席からは巨大な方と方ががあるために、後方、特に後方右側方向の視界がほとんど取れないため、操縦助手が進行方向の視界を補佐した。 基本的に本社の自走能力は照準する際に、方針が左右に4度ずつしか旋回できないのを補うことに使われ、長距離を移動する場合には鉄道を利用した。この時用いられたのは五軸ボギー台車を使った特殊な大物車で、車体全体を固定台座を持つ2本の巨大な回転式アームで吊るして輸送した。目的地に到着すると車体は、 台座から外され、射撃する場所まで自走した。本社は100トンを超える車重がありながら、通常の地質ならば問題なく走行できた一方で、柔らかい土の上での旋回は、絶対に避けなければならなかった。また、陣地転換の際に迅速に移動できるよう、また、射撃精度を確保するために射撃陣地は、正確な水平に整地されている必要があり、本社が走行する道路は、 溝や軟弱な部分を埋め固める必要があるなど、運用上の制約が多かった。巨大な 60cm、54cm 砲は、最大70度の行角を取ることができたが、直接照準による水平射撃を行うことは想定されておらず、実際の射撃は、行角55度以上で行われた。弾薬の装填は、不行革0度の状態でしか行えないため、 射撃する際には一発射撃するごとに砲を水平状態にする必要があり、射撃ごとに最小順する必要があった。このため、初弾以降は、次発を発射するためには、約10分を必要とした。前日の通り、カール自走球砲は、マジの戦攻略用に開発されたが、1940年のフランス侵攻には生産者が間に合わず、 そもそも、マジの戦への総攻撃が行われなかったために、本来の目的では使用されなった。1941年の独ソ戦に際しては、ブレスト・リトフスク要塞及びリビュー攻撃のために、投入された。1942年のセバストポリ要塞、攻略戦に投入されたことは、本社の戦歴として著名である。この時点まで、カール自走球砲は、前者が、 ベルリンの南西、ポツダム南方にあるユーターボーグに駐屯する第830-30方兵大隊によって運用された。その後、1942年8月11日付で、第830-30方兵大隊より、カール自走級砲二両を機関とした第620-80方兵中隊が、新編され、レニングラード包囲船へ投入され使用された。 1943年5月15日には、第628砲兵中隊は、拡大改編されて、第628砲兵大隊となったが、同大隊は、同年8月には第、第626砲兵大隊に解消されて21センチメートル級砲装備の部隊として改編され、1944年6月には、カール自走級砲の運用部隊として、 第628砲兵大隊内に司令部付特殊機材中隊が新設。同年8月には第638砲兵中隊として新たに発足した。第638砲兵中隊はワルシャワ砲棄鎮圧のため砲機軍への砲撃、またワルシャワ市外破壊のために投入された。西部戦線においてもパリの攻防に関してヒトラーが発令した。 パリ徹底破壊指令パリ廃墟命令により、第428砲兵中隊が新編されて、投入準備が行われたが、ワルシャワでの戦闘が長引いたことと、ドイツ軍パリ防衛司令官、コロティッツ将軍が降伏したため、パリ方面への移動は行われないままに終わった。その後、第638、438砲兵中隊は、ソビエト軍、 赤軍のハンガリー侵攻に対処するために、ブダペストに移動したが、戦闘には投入されず、ラインの守り作戦に備えて、ドイツ本国に帰還し、再編成の後1944年12月、下旬より、前線に投入された。しかし、ほとんど実戦の機会がないまま、翌1945年2月には、部隊はドイツに帰還している。1945年に入り、 三個目のカール自走級砲中隊を新編してブダペスト海囲戦船及び春の目覚め作戦への投入が計画されたが実現せず、1945年3月7日、第638砲兵中隊は一旦は東部戦線のビスワ方面の防衛に派遣されたが、同年3月11日、アメリカ軍に奪取されたルーデンドルフ教、 レマーゲン鉄橋破壊のための攻撃に参加するために、西部戦線に同し、ルーデンドルフ橋を砲撃している。しかし、車両故障により14発を発射したのみに終わり、目標に命中することはなかった。ただ、資金弾であっても、その54センチメートル砲弾は、橋が持ち上がったと見えほどの衝撃をもたらし、レマーゲン鉄橋が崩壊する縁因となった。 1945年3月22日の時点で、ドイツ軍の公式記録では、カール自走急砲は2行が西部戦線方面で、2行がユーターボーグで待機状態にあり、この他3両がエンジンもしくは砲の損傷により、ユーターボーグで修理準備、もしくは保管状態にある、と記録されている。第630八重砲兵中隊は、マグデブルグ北東のヒラースレーベン近郊にて、 輸送中に爆撃により V 号車、ロキが線路上で鉄道を送り状態のまま大破し、回収不能となり、アメリカ軍が迫ったために V 号車を含む装備機材をすべて放棄してユーターボーグに撤収、4月11日、第430八十兵中隊に合併する形で解体した。第430八十兵中隊はユーターボーグにおいて、 行動不能な状態のカール自走急砲すべてを爆破処分し、ユーターボーグ等砲でソビエト軍に対して最後の戦闘を行った後、車両を放棄して解散、将兵はソビエト軍の捕虜になることを避けるために西法に期待した。この4月11日からの戦闘がカール自走急砲が実戦で使用された最後の戦闘とみられる。前日の通り、 カール自走級法は1945年3月から4月にかけて戦闘の過程で放棄、処分され、3月21日から4月11日の間、正確な日時は、不明には、ヒラースレーベンに鉄合車、ボータン、エーファと大破状態の V 合車、ロキがアメリカ軍に I 合車、バルドル、アダムとフォー合車、オーディンは4月20日にユーターボーグ近郊で、 ソビエト軍に捕獲されている。このほか、ユーターボーグで爆破処分された残りの3両も、7号車、フェンディルがアメリカ軍に、3号車、トールと6号車、ツユがそれぞれソビエト軍に捕獲、接収された。アメリカ軍は捕獲したカール自走球砲を本国に輸送し、アバディーン製の大試験場で各種試験を実施したが、その後については詳細は不明である。 しかし、アバディーン試験場付属のアメリカ陸軍兵器博物館にカール自走急報は現存しておらず、試験場の敷地内でも発見されていないことから、試験後にスクラップとして処分されたとみられる。ソビエト軍に露隔された車両軍は、モスクワ近郊の区民下にある走行車両中央研究所に移送され、各種試験の後、研究所の付属展示施設で保管。 展示されていた。グラスの質により同施設が公開された際、唯一完全な状態で展示されていた車両は、ソビエト軍による記録から6号車、中と確認されたが、後に、レストアが行われた際に、クビン改装後に塗装された塗料を剥がしたところ、アダムの車両名が書かれたオリジナルの塗装が発見され、さらに各部に、愛号車の名が刻まれた銘板が確認された。これにより、 これまで、シックス号車、チウとされたものは、I 号車、アダムの誤りであったとされたが、これについてはいくつかの論争があり、記録上の誤り、説、ドイツ軍により共食い整備が行われた説、損傷した車両軍を、ソビート軍が接収した後に組み合わせて、完全な一両として復元した説など、諸説ある。各説ともに確定的な資料は発見されていない、ものの、 この車両は現在では、アダムの車両名が描かれて、クビンカ戦車博物館にて展示されている。サイズ、重量から最大級と思われる当時送球法は、1970年代後半に、日本の長谷川から1、72スケールで輸送用の鉄道車両付けモデルと、砲弾補給用として改造された4号戦車を、付属したモデルの2が発売された。このモデルのカールは初期型。 8天輪型の走行装置と 60cm 方を装備した状態を再現している。2000年代の半ばには中国のドラゴンモデルズとトランペッターから相次いで1、35スケールのキットが発売された。また同じく2000年代中頃に長谷川の1、72スケールキットに後期型11天輪型の走行装置と 54cm 方の パーツを追加した状態の改定版キットも発売された。また、ホビーボスからは、トランペッターの1、35キットの設計を縮小した、1、72キットが発売された。また、ポーランドのペーパーモデルメーカー GPM が、量産スケールモデル最大の1、25スケールをリリースしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。